会の皆さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。播磨竜羅の会です。我々は毎年石鎚山愛媛県に行きまして、洞海の修練に励んでおります。これから石鎚竜羅法を皆さんにお聞きいただきます。まず最初に調べおつおんです。どうぞ。続きまして、観音、梵音です。どうぞ。
次はオツ音3回、カン音3回掛け合います。 A グループ、 C、A、B グループですね。次は維持リュラ法で、最も難しい音、これを二人で本ドンボラ掛け合います。それでは最後の曲、祝電の回です。電音で吹きます。ございました。続いては社会を明るくする運動、姫路市推進委員会の皆さんです。パレードに参加できました、姫路市の社会を明るくする運動の推進委員会、保護司会でございます。社会を明るくする運動は犯罪や非行のない